はい、どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、今日はタゴケンくんがぎっくり腰ということで3人でやっていきたいと思います。はい、曲めっちゃ4巡目、うん、手配が5マンズ5667 7788、ソース12367という形で、ドラがない形ですね。けどすごい形はいいんで、これはなんかリーチすぐできそうだなという感じですけれども、みんな決まりましたでしょうか。3秒、はい、決まりました。はい、じゃあせーの、ローン。はい、じゃあ向井はチビ、チビ。メイウェザーはチーワン。はい、でジェフがローワンとところですね。じゃあ向井からお願いします。はい、これ完全イーシャンテンです。なのでタクとしてはチーワンかチーピンがマスト。でただチーピンとチーワンの比較でいうと、チーワンを切っちゃうとイーペーコーが作れなくなってしまうので、チーピンビリが優れてます。ただちょっと6球ピンを、6球ピンっていう優秀な町がなくなっちゃうのが痛いんですけど、2点の目を残してチーピンビリ。あと加えて、これイーソーじゃなくて数層引いてきたら、まあ、チーピン切っといた方が単ヤオになりやすいっていうのもあって、僕はチーピンを選びました。なるほどね、単ヤオ変化まで見てるってことか。そういうことです。なるほどね。じゃあメイウェザーは C1。 はい、 C1 切りでまあローワン C1 チーピンと悩んだんだけど、キューピンの受けをなくすっていうのもちょっと嫌だし、口っぱの三式がパーワン引いた時に見えてくるっていうので、まあ最終マックス打点ピンフ三式まで見えるからチーワン切りでいいのかなと思いました。三式まで見たってことね、手代わりで。どれ切るか明確に分かんなかったから打点で見ました。なるほど、まあ4巡目だしね、なんか手代わり考慮するのは重要か。でジェフはローワンって言ったんだけど、ちょっとやっぱパーティーに変えようと思って、この形最終形6球ピンにすると9ピンスコア上がりそうだなって思い始めて、ピンスを持ってるし単ヤオはないっていうので、まあ、先切り10段パーピン切りというのでパーピンかなと思いました。ということでシミュレーションをかけてみると GPGPが期待値一番高くて2448点と、失敗確率も一番高いか、受け入れ枚数が一番多いからね。受け入れ枚数って GPが一番多いんだね。確かに結構この手悩んだなって思ったけど、うん、こう見るとなんか明確に GPなんだなって。今回ちょっと分かりやすく解説していける。任せてくださいよ。チーピンとローワンの比較で言うと、うん、どっちもさっき言ってたイーペーコがの目が残るんですよ。チーワンが3番目にいる理由はまずチーピンとローワンはイーペーコが見えるから。はいはいはい。で純粋にあの受け入れ枚数の5枚差というのが大きいので、ローワンよりチーピンの方が優位。C1 は、まあ、確かにね、受け入れ枚数はほぼ C ピンと一緒なんですけど、イーペーコがなくなっちゃうっていうのがかなり劣ってるってなので、 C ピンが一番に来ている。なるほどね。ということですな。イーペーコの役と、まあ、完全インシャーテンかどうかの違いで明確に C ピンが良いんだ。そういうことです。なるほどね。そうか、まあドラもないで入ってたから行きたいってことか。で上がり確率は G1 の方が高いんだ。これなんで？これはね、最終形を見越して変わってるね。例えば、うん、G1 を切って、うん、まあ、パーソーとか引いたら、うん、最終形はパーピン切って、うん、6球ピン待ちになるじゃん、うん、入れ枚数8枚じゃん、うんうん、それに対して G ピン切ってうん、パーソーとか引いたら、はい、ローワン切って最終手がドッパーワンの7枚になる。あ、だから最終手が7枚になるパターンと最終手が8枚になるパターンで変わってくるから、2ワン切った方が上がり確率が
が高くなる。あ、なるほどね。一手一個で打点上がるけど、まあ、1枚使っちゃってる分打てんのか。じゃあなんか2枚少なくなったりしたらどう？ブーワンが1枚切れみたいな状況でウッパーワン待ちになると明確に6枚、6球ピンだと、まあ、8枚、まあ、可能性として残ってるっていう局面だったら、これでも E テイクを見に行った方がいい。難しいね。まだ E テイクをしよう。 E テイクを追った方がいいかな。うん、2枚差だったら見てみるか。おー、2枚、最終形が2枚少ないとしても E テイクの目があるんだったら残した方が優位なんだね。うん、それは結構明確に優位だわけ。50点開いてるから。さすがにさ、もう1枚だろ。そうだね。どう、まあだってこれ赤ウーアンしか、まあ、E テイクを目残ってないっていう。いや、でもまだそう、友達パワー4枚だね。4枚と赤ウーアンなんで5枚と、まあ、6キューピーは、まあ、8枚。まあ E テイクを見るんじゃない赤ウーアンだし。そうだよね。これでも赤ウーアン持ってこれたらもうすごい高いもんね。イーツモピンフ、イーペイ、ドライチ2000、4000からか。ちなみにこれだと、ここでチーワン切りになるんだ。これだとイーペイコよりも最終形の枚数8枚、特急ピンのが偉いんだ。だから最終形の街の3枚差が出るとイーペイコ見に行くよりも最終形の街考慮して上がり率見に行った方が期待値は高くなるってことか。なるほどね。この微妙な差だよね、一役と最終形の枚数っていうのは。いやなるほどね。これ捨て牌考慮して選択しないとダメだね。ね、本当になんか最近立体何キロをやり始めてから、うん、捨て牌何枚で配置変わるっていうのを実感して、1枚2枚変わっただけで全然逆転するね。ちょうどまとめをエザー君お願いします。なんか3枚持ちのさ、この5666677、うん、これの使いどころってなんか結構迷っちゃうんだけど、うん、完全イシャンテンは絶対取る、かつ、まあ、イーペイコも見るっていう目線で見るとやっぱチーピン切りが今回明確にいいんだなっていうのが学んだから、ここがみんな落ち着いて対応しましょう。ということで、じゃあこの動画がいいと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。バイ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 。